2024年8月10日と11日、春取夏祭り、2日目は大雨でした。1日目は、花火大会の生配信の準備や、お祭りに夢中で、撮影はほんの少し。2日目は、雨でほぼ撮影しておらず、動画にしようか迷いましたが、準備してくださった皆さんのおかげで、楽しませていただけたので、動画にしてみました。私、美穂、身長143センチです。1日目は何も当たらず、2日目に期待です。お祭り2日目、皆さん屋根のある場所にいます。母と2人分です。1日目に食べた醤油ラーメン、母と仲良くいただきました。2日目はスーパーのたこ焼き、安くて美味しかったです。2日目、抽選券は8枚購入、903番でいろはすが当たりました。大切に飲ませていただきます。係の方から袋をいただきました。ご親切にありがとうございました。春取夏祭りの様子見てくださってありがとうございました。